はいどうも皆さんこんにちは、ピヨキングです。最終回やっていきたいと思います。いやちょっと最終回って言ったらちょっと聞こえが悪いな。この動画から見始めた人は、え、終わんの?みたいな感じだと思うんですが、そうじゃありません。一応ですね、初めて見た方に付け加えておくと、みんなでバトルを4920ぐらいから、ちょっと冷凍スタートさせてですね、まあ、10日間連続で、どんだけいけるかっていう動画をね、上げたんですが、まあ、おそらく、S プラスにね僕は慣れると思ったんですよね。まあ、10日もあれば慣れると思いますよね。よし、でこれはどうしよう、上に行きたいんだけど OK で、このまんま左に行く。これはよし OK で、ジャンプして上に行く。 OK、 よし、上の方が有利だな。これ待って、これ左にジャンプしなきゃいけない。 OK、 そしてこれはこうかで、左右受ける、これなんか受ける、受けるんだけど、よしで負けられない、ここは負けられないな。よしジャンプ OK、 そしてちょっとね、これはどうしよう、これどうしよう、マジでマジでこれどうしよう、マジでこれどうしよう。よしこれは、なるほど、スターが出てくるのか。よしで、ジャンプして左に行く。ここはね、焦らなくてもきっといいはずです。 OK で、これをかぶってく。そして、上かな、上でいいかな、下っぽいぞ、なんか。なるほど、下か、下から行かなくちゃいけないのか。よし OK で、このまんま行くと、よし、オッケー。そして右に行く。なんでマリオこっちに来たんだろう。上で待ってればよかったのにね。よしで、これで次はどうすればいい。よし、一応このよしに乗っておくか。で、よし、オッケー。このまま渡っていこうか。で、キノコを取る。このまま右に当たっていいのかな。よし、多分渡っていいっぽい。 OK で、まだか、ゴール長いな。ゴールこれはどうするんだ。一応、あ、待って、あ、何やってんの俺何やってんの、もう本当にボンミスすぎ。うわー、もったいな、めっちゃもったいな。こういうのがあるからね、勝てないんですよ私はそれでもだいたい道は分かったから、他の方よりもね有利だと思うんですよね。おそらくだけどパワーブロックを加えていかなくちゃいけないっぽいんですよね。こんな感じかな。あー、なるほどね。そしてこう乗ればいいのね。 OK で、このまんまこっちでいいのか。そして右下、こっち、これでいいのか、ここでいいのかな。あ、みんないる、みんないるわ、みんないるけどどうしたらいい。キノコ、そしてボム兵が出てくる。一応ヨッシーをね乗ってる僕は、あー、え、目の前ゴールだったのに惜しい、多分目の前ゴールだったでしょう。今日10日目でですね、僕の動画をもしずっと見続けてくれてる方がいれば、そろそろ思ってるかもしれませんね。いや、もうみんなでバトル飽きたよみたいなまあ僕が勝手にねこういう企画をね作ってしまって申し訳ありません。本当に S プラスになれるつもりでやってましたから、いや、ピヨキングさんまだならないでくれっていう方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。まあ、そういう方にとっては、うん、今回の動画はね意外といい動画になったんじゃないかな。っていうか、水瀬クラリさんいる、この前もいた気がする、あの子可愛いから覚えてるんですよね。ストカツ対企画、推しの色コースだよ。ストカツ?ストリートなんとか、ストリートなんだっけ、ストリートなんとか、確かストリートプリンス、ストプリか、
それじゃあ当たっていきましょう。お、一番最初じゃん。やった。オッケーオッケーオッケー。待って待って、これまずい。よし。あ、待って、あー、そっか、ちくわブロックでずっとジャンプしなきゃいけないんだ。わかったわかった、これの攻略法がわかりました。それじゃあみんなで仲良く行きましょうじゃありませんか。でジャンプしていく。待って、あのちくわブロックの争奪戦だきっと。ジャンプ、オッケー、よし、よし、オッケー、オッケー。そしてこのまま割っていく。2、3、おーし、オッケー、危ねー負けたけど危ない。そして少し前からなんですが、ツイッターでねフォローしてくださってる方がね、ほんの少しずつですけどポツポツといます。このチャンネルだけじゃなくてツイッターのフォローをしてくださってとても感謝しています。まあ僕がですね、動画でのコメントもそうなんですが、やっぱツイッターで応援のメッセージ、まあ、いただいてる方もいるし、 DM で直接やり取りして元気をですねもらってる時もあります。まあ本当にありがとうございます。本当にね、そういうのは僕の力にさせてもらってるんで、みんななぜアイテムを取らないんだい。よし、 OK で、ジャンプ、よし、でこのまんま行きますか。で走っていく。これは、うお、待ってくれ、これは一応こっからジャンプしていくか。これは右からジャンプして、こっから大ジャンプ、よし、抜いたぜ。よし、これで、待って、なんかあるな、ここなんもないなベルがある音がしたと思ったけど、あ、待って、ベルがある、オッケー、来た。よし、そしてこれは、これはどうしよう、こっちから行くか。なるほど、そこにゴールがあるのか。まあ今日で最終回とかツイッターでねどうこうも大事なんですけど、それよりも今日全部負けてないいや今日全部負けてるよね、ちょっとまずいよね。いや正直ね、レートとかどうでもいいんですけど、最終回、まあ、この企画最終回で全負けはちょっとよしたいな。それじゃあ次のステージやっていきましょう。ドッスンが動く足場、これはドッスン、待ってくれ待ってくれ俺だけ俺だけ、お、あ、あんま関係なかった。あ、よかったよかった、ドッスンに乗らない方がいいんじゃないか。あー、待って待って、よし、このコースドッスンいらんくない。よし、それじゃあちょっと今のドッスンのことを忘れてどんどんやっていきましょう。あのね、キノコの T シャツかわいいな。そろそろちょっと僕も着替えてみます。まあ一回着替えたんですけど、さて、いろんなテクニック集って書いてたから結構なんか技術がいるコースっぽいんですよね、ここ。まあ見る感じなんかすげえなんかいるっぽいな。でジャンプ、なるほど、これは上に行った人の勝ち。あー、なるほど、ちょっと待ってくれ、これはどうしようどうしよう、こうするか。あー、待って、バネ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 いるから、バネいる、待って、俺だけ、何やってんだ俺。よし、空中バネちゃんしよう。もう一人で空中バネちゃんするしかないよね。あーはは、ちょっと待ってね、これどうしようどうしよう、ちょっと待って待って、ラグ食ってしにくい、ラグ食ってしにくい、あーはははマジか、こっちなんだってか。よし、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。最後らしく4人集まりましたね。マイレベルで猫マリオのままゴール、これが今回この10日間最後の企画で、あー待って下からか。一応猫マリオのままゴールって書いてて、どうしよう、一応猫になっていくか。 OK、 そしてこのまんま行く。でこっちジャンプして、あー待ってジャンプしようと思ったけどダメだったか。一応マリオが今ねゴール条件持ってるんですよね。待って、あ、ゴールした。こんな最後、こんな最後の終わり方、マジでこんな最後の終わり方、これはアンコールか、アンコールなのか。ちょっと今僕の中にアンコールコメントが流れてきたから、ちょっと最後やっていきたいと思います
これが本当のラストです。この10日間ですね、ずっとみんなでバトル見てくれた方本当にありがとうございます。それじゃあ本当にラストバトル、どんなコースでも最後になりますんで、ぜひ見届けておいてください。それじゃあ早速やっていきましょう。そして最後らしくいい終わり方にしていきたいんですが、速攻機のピコを投げてやりましょうか。よし、ジャンプ、オッケーオッケー、よし、ここはいいんじゃないの。オッケー、待ってこれは避けたつもりなんだけどな。スター、待ってくれ、スターがあるの、ちょっとずるくない？あれ勝ち確のやつじゃん絶対。ほらほらねあっちゃー、え、地下ゴール地下。はい、それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。さっきも言った通り、この10日間見てくれた方ありがとうございました。まあ、結果としてましては4920ぐらいから4750まで下がってしまいましたけど、まあ、ずっとですねみんなでバトルやれて楽しかったです。この企画は多分もうやるかやらないかって言ったらやらないかもしれないんですけど、皆さんの反応を見ながら考えていきたいと思いますそれじゃあこれが終わった途端に他のゲームがめっちゃやりたくなったんで、違うゲームを配信していきたいなって思います。もちろんみんなでバトルもこれからもずっとやっていきますんで、ぜひまた見てくれたら嬉しいです。それじゃあまたね。